はい、皆さんこんにちは。どうもありがとうございます。なんか台風すごかったね、なんか日本 ね、なんかあのアメリカのメンバーが遊びに来たメンバーたちがあの帰る日に成田空港が崩壊しちゃってて6時間遅れたって。もうそんなものですよ、はい、でもちゃんと無事に到着できた。到着できた、到着できた、はい、うん、とりあえず年配2人からちゃんとメッセージが来たので、ね、お家帰りましたとかね、はい、でね今回ねこのね台風以外のこともっともっと言いたいのが あるんですよ、うん、それで日本人は本当に おてんてんで緩いな、どういう友達なんかも緩いなと思うんだけど、うん、やっぱりさ災害が遠すぎたら終わったと思う。そうなっちゃうんだね。始まったと思わないのかな。千葉なんかいい例の、うん、俺の友達が千葉の養老渓谷に住んでるんだけど、最初は雨でがっかりしてた時に2回も降ったと。で1回停電も経験してるから今度はもっと早く終わるから全然終わらなくて、なんで勝手に早く終わるだろう。避難勧告出たけどこんな雨なんか避難できないじゃないって言ったら、相変わらず孤立しちゃってどこにも出れないように土砂崩れになっちゃう、うん、これねどう考えなきゃいけないかっていうと、要するにねそれでもう冬だから大丈夫だなんて思わないの。今ね22号の卵ができてグアムとか台風に進化すると、またそうするとこの台風が北上して11月とかね、あのそこに来る可能性が異常に高いんだよ、うん、なんか我々が日本に行った時にまず最初のね、うん、でっかい台風来たよね。あ、言いたい放題チャンネル忘れちゃった。まあいいや、言いたい放題チャンネル、ね、ゴルフ場のさなんかネットが倒れてきて家が潰れたとかさ、うんうんうん、ああいうのが最初。だからびっくりするのは隣の家が横倒しになったなんて平気であるんだよ、うんうん、だからねあの何度も俺ねこれ言いたいことなんだけど、例えば今回21号っていうさ、うん、あの19号の後に来たのだ大きい台風があったんだよ、20号と21号ね、うん、あのじゃあその21号は要するに東北のところをかすめてカムチャッカ半島の方に行って、うん、アラスカの方に向かったの、うん、ここで一旦熱帯低気圧になったやつがもう一回勢力になって台風と同じ大きさになる、要するに寒くても関係ないの、ね、台風ってさあの暖かいから大きくなるんじゃないの。だからよく地球温暖化とかさ海水温が高いと台風がでかくなるわけじゃないわけ、うんうん、低気圧ってのはあの要するに寒冷低気圧、温暖低気圧とかね、あの熱帯性低気圧、いろんな低気圧があって冷たい時は冷たいところで台風並みのものすごいになるわけ、うん、だから一時北海道で風速30メートル以上動くあの気圧のねすごいのが来て大雪で大変になるでしょ、うん、そっか、うん、だから今回もまだあの22号要するに千葉をかすめるルートができてるんだよ。もうどうしようもないよ、うん、だから千葉県の災害対策ってのはよほどしっかりしなきゃいけないし、あと避難をどうやってやらせて強制的にやらせるかとかね、うん、それも考えなきゃいけない。あれだね、あの九州とかさ、うん、もともと台風がすごかった地域の人にアドバイスもらわないとだね、うん、どういう対策を。だっていつもあの辺ってさいつも台風がバーンって来ててさ、それだから四国なんか全然平気だったんだよね、うん、あの結局そういうことはないと対策ができているから、そういうところの人たちに家はどういう感じに建ててるとかを、うんね、アドバイスをもらわないと、ね、だからさダム治水っていうのもね、うん、今回のことで分かってて、要するにさ八ッ場ダムがあったために作ったために助かったとかいっぱいあるし、うん、だから今のその政治家たちの中で野党で分かんないバカなやつらいっぱいいるから、バカって言っちゃいけないのかな、うん、でもねいるからやっぱそこを考えてね、頭が弱い人、ね、うん、頭がねちょっと頭がお天気のいい人ね、うん、雨が降っても今日は天気だなみたいな人ですねはい、言いたい放題だけどね、うん、まあだからそういうことも考えてね、やっぱり我々が災害対策を考えていかないとどうなるか分かんないよってことを言いたいの、うんね、だから人間的な意識もそうね、だから本当に仲のいい子でさえそう、うん、だいたいさ避難逃げ遅れてると多すぎるよ安藤雄二君ね、聞いてるかい。だってさ、なんだっけ、台風来る時さ、うん、北海道に飛行機で逃げるとか言って、絶対飛行機飛ばなかったとか。それで北海道も危ないんだよね。だからさ、何なんだろう、あの遊びの延長線上で考えたってしょうがない。なんかさ、うん、面白い。だから、助け出される時ってさ、国が予算組んでさ、助け出すんだからさ、うん、ちょっと真剣考えてくれよって言いたいね。で、あともうちょっと言いたいの、俺はあの、要するにね、文京区が不老者を、要するにあの避難地に入れなかった話。避難所に不老者がいなかった、これはどう思うかって、うんね、でもう一つ言うと、だからその市民じゃない人入れないって、うんうん、これねいろんな考え方あるんだよね、うん、例えばマイナンバーでも何でもいいんだけど市民、うん、市民持ってるんだって入れる絶対義務なんでしょ。そうだね、うん、だからそれも含めて、だって外国人でアメリカ人が来たら避難させるだろう、うん、朝鮮人避難させないんじゃないか、北朝鮮、うん、来てるんですかね、だから不老者と同じ扱い、うん、だから避難ってどういうことか、避難所にも権利があるということだね。避難所もだからさ不老者避難所なんてないわけだから、うん、また安藤君が不老者専用の避難所に避難させればいいじゃないか、どこに作るんだ、誰がやってるの、メッチの隣が安藤君って、誰がそれやってくれんのみたいなね、はいはい、うん、だからね本当さちゃんと考えて物事をしないと、うん、俺たちはさはっきり言ってさあの避難はあのそれぞれのやっぱり自主的にしなきゃいけないけど、うん、やっぱり
万が一そこが孤立しても、あの避難をしてない、うん、あの韓国に従わなかったところは別に後回しになって仕方がないでしょ、うんうん、そうね、うん、だからちゃんとね、災害の後をさ、後始末どうするかって時にちゃんと避難しなきゃいけないわけ、うん、よく映画の中でさ、じいさんも私はこの町で生まれたからね、あの天気は私を裏切らないよってダンテスピークのおばあさんいるけど、あったね、で結局さ、救い出されて大変なことになって、うん、そうそう、だから迷惑かかんのね、よくね、私はここでいいのよなんて言ってる人はダメ、迷惑かかんのね、うんうん、ね、お前が死ぬのは勝手だが、俺も言いたいこと言うけど、うん、死ぬのは勝手かもしれないけど、死んだら俺たちに迷惑かかるんだよってことでしょ。だからやっぱりさ、ちゃんとさ考えて人に迷惑かけないように避難しなきゃいけない、うん、そうね、だから昔ね、やっぱり、ね、俺の教え子の小林恵子に言ったね、あれで、うん、地震災害があるから気をつけてね、準備をしろ準備をしろって言ってやってて、まあ、彼女はよく言うこと聞いて準備をしてたんだよ、うん、ところがあのそんな簡単に来ないじゃないか。そしたら旦那さんがね、ねえ、もうそういうのやめた方がいいんじゃないとかさ、うん、これ旦那バカねごめんね、うん、バカの旦那さん、うん、だから結局言いたいことだな俺ね俺裏に回さなきゃいけないぐらいなんだけど、なんだった、うん、だけどね、本当にそれ考えちゃうと、要するにあの日本人の、その災害危機災害のあれは弱い。そうだね、うん、やっぱりね、うん、あのとにかく避難ってどういうことかってことを考えなきゃいけない、うん、でもうちも昔、うん、おじいちゃんが建てた時代の家とかは、うん、なんか昔の時代ね、山から鉄砲水が流れてきたことあったらしくて、だから、うん、家を建てるときに階段 5,6 段上がったところに玄関とか入り口が全部ある家にして、うん、で塀とかもちゃんと水が来ないような塀を作って、うん、そういう家を建ててて、だからいつも入り口は高い状態、わかるよ、うん、だからそういうことも含めてさ、うん、みんな考えてたのよ、ね、うん、今までね、その古い神社のあるところとか、うん、そういうところもあと、なんだっけ、うん、地震が来た時はちゃんと竹やぶみたいなのがあって、うんうん、で地震が来たら竹やぶに逃げるとか、逃げるっていうね、ちゃんとそういうのをちゃんと確保して、うん、でもね、だからさ、絶対はないから、うん、例えば分かりやすいのは出雲大社なんかは、あれだけ大きなさ、そういう施設もやっぱ、うん、あの沈んじゃったわけだ、うんね、だから災害っていっぱいあるわけ。今は燃えちゃった東西寺とかそういうのもさ、うん、修復したりしてるけど、うん、あの熊本城だってほら崩れちゃったでしょ。ああ、そうね、だから簡単ではないんだよ、どれもかしこも、うん、ね、何が予期できないことが、信長が住んでたお城って何城、お城、なんだっけ、わかんない、安土城って言うんだよ、ね、あの要するに名古屋城じゃないんだよ、そうなんだ、そう、安土城なくなっちゃったでしょ。ああ、そう、みんなそうなのね。だから大阪城は残ってるけどとか、うん、ね、あの江戸城はないよね、千代田城だもん、うん、あ、そうなんだ、だから結局そんな簡単なもんじゃないんですよ、どこもね。やっぱり我々が考えなきゃいけない災害に対することってのは、どんな安全なところでも、例えば古い神社は大丈夫だとかね、そういう問題じゃなくて、人間は動けるから大丈夫だと思わなきゃいけない。そうだね、そう、だから今からあのちゃんと考えておくか、車で逃げるべきかとか、どうするべきかとか考えておくか、ね、うん、地球の変化に対して、うん、だから例えばハリウッドで大きいね、そういう地震があったり、あのものすごい災害があったら、どこに逃げる、うん、俺たちはと、こう考える、キャッスル、まあまあね、キャッスルもありだけどね、自家発電で、ね、ちゃんとあるの、うん、だけどキャッスル低いから場所がね、上が山だから山崩れて埋まっちゃう可能性あるよ。でもその山も崩れるってことだよね、うん、そうそうそう、だから上に逃げたから安全かつ、うん、崩れてくるのか。でもマジックキャッスルは1960年の相当33年ぐらいに誕生して、うん、今ここに来るまでの間にまだ、うん、100年ぐらいね、ミルトが起こした火事以外は大丈夫だったって、100年ぐらい、ね、前に建物はね、建てられてる、ね、建物自体は、うん、どうね、うん、だからやっぱり俺たちがさ、その災害を考えてる時に、うん、やっぱり日本人はね、災害慣れしちゃってるから、慣れちゃいけないってことだよ ね、 あとやっぱり思うのがさ、仙台の津波の時もそうだけど、うん、昔ながらに住んでた人たちのエリアは大丈夫だったんだと思うけど、うん、新しくできた人たちの開発された場所っていうのは、そういうのを考えない、ね、災害とこ見ないで建てられて便利に作ってるから、うん、だから一概に 100% って言えないんだけど、だけど東京もそうだよね、例えばお台場とかっていうのさ、ゼロメートル地帯とか埋め立てやってるとこはみんな液状化して大変になっちゃったとかあるじゃない、うんうんうん、だから新しい街ってちょっと怖いというか、うん、勉強しないとどういうものが起こるとかって、そうだから知ったかぶりでね、政治も何も地政も何もやっちゃいけない、うん、ダムは必要だし、うん、当たり前だったから、東京って谷がつくところはさ、なんていうの、水がた、ね、まなきゃ、なんかあるよね、うん、なんか地震に弱い土壌とかさ、水に弱い土壌があるから、名前を見ると、うん、地名を見るとそれが土壌の旗が良くないとかね、分かるとか言って、旗が弱いらしいね、弱い弱い、だから旗が危ないっていう、うん、
初代の方がいいんだよね、うん、第一の台だからか、うん、一番いいのは都庁のあの地盤がすごい強いから、そこ都庁が地震で揺れた時もすごかったけど平気だったからね、うん、まあ、地盤はねちょっと勉強して住む場所決めた方がいいと思う、うん、明日がねちょっと考えて、うん、オリンピックの話もしたいんでね、ちょっとあれだけど、とにかく災害に関すること、はい、夏がねオリンピックの時期も怖いですから、うん、やっぱ日本はちゃんと考えなきゃいけないということで、はい、今日の話は終わりです、はい、ちょっと過激だったかなということで、また来週さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。